ということでバナナケーキを焼きたいと思います。これ昨日買ったんですけど、なんかねちょっと大きすぎたかも。確かに私のイメージしてたのはこれよりも一回りぐらいちっちゃい型だったんですけど、なんかお店に売ってたのがこれだったので、まあ、ちょっと買いました。なんかドイツはもう全部ビッグサイズみたいな感じです。それではクッキングスタート。まずバナナを用意します。バナナをフォークで、あ、バナナ全然潰れない、全然潰れない、どうしよう、二刀流。全然なんか潰れない。フォークじゃなくてさ、マッシュドポテトとか作るやつが欲しい。ああ、めっちゃ力いるんですけど。バナナケーキはね、何回も作ったことあるから多分大丈夫なんですけど、こんなになってるとは。まあいい。でもなんかバナナが2本じゃ少ない気がするから、もう1本追加。なんか若いバナナだ。これ 100g 100ml って書いてあるんですけど、これって100ml イコール 100g かな。重さが、重りがない、重、なんだ、スケールがないから分かんないわ。え、 100ml イコール 100g って考えよう。え、だって結局薄力粉が200で砂糖が 100g だから2倍入れればいいんでしょ。小麦粉をとりあえずこれの、でもこれ104すくい入れます。どういうかな、4すくいだったら多いかもしれない。2すくいだ、だから 200g。200と、東京でも3年ぐらい一人暮らししてて、その後ドイツじゃないや、その後スペインで4年ちょっと一人暮らししてて、でなんか留学とかも別になんかやってたから、そんなにね、なんか慣れてる気はしてたんですよ。でサラダ油、これでいいのかな、でサラダ油をちょっと、なんか料理とかめっちゃ慣れてるっていうか、全然上手じゃないけどって思ってたんですけど、5ヶ月間日本にいて、なんか日本ってすごい何でも便利だし、全然なんかこう自分で料理とかもしなかったんです。そしたらもうなんか全部やり方忘れちゃって、一から出直すみたいな感じになっちゃったんですよ。今ね修行中です。なんかちょっと違うぞ。え、なんか粉まみれ、こんなんで合ってる？え、入れるものは全部入れた。あ、待って、ベーキングパウダー、これ一袋入れちゃったけど、小さじ2杯分だから多分いいよね。あ、待って、卵入れてない。キベラで混ぜます。あとはでもひたすら混ぜる。このバナナケーキのレシピは私のね母に教わったんですよ。それもね、ドイツに留学してた時に、なんか簡単にできるものないかなとかって言って、前の
なんか留学編の動画でも話したんですけど、チェルシーっていうカナダ人の子はすごい料理が得意で、いつもケーキとか焼いてくれてたんですよ。でそれでなんかブラウニーをいつも焼いてくれてて、そうブラウニー美味しかった。でそれで私はいつもなんかそのお返しに、お返しじゃないんだけど、バナナクーヘンってドイツ語でケーキなんですけど、そう焼いてました。そうでもすごい簡単だから、もう材料があればすぐにちょちょいってできるんですけど、 OK できました。あとはこの型に流して焼く。あ待って、焼くときにオーブンを何度にしときなさいみたいに言われてたわ。余熱ってどうやってやるんだろう。あ、私これオーブン使ったことないんです。初めて今日使うんですよ。170でしょ。これは何つけましたかな。え、わかんない。170で温まってる。いや、え、これでまあいいのかな。まあちょっと置いとこう。では型に入れます。いや本当に簡単は簡単だと覚えがあるんですけど、こんなに簡単だったかな。あでもなんかあと東京で一人暮らししてた時もよく作ってたんですこれね。大変。ちょっと見て見てください。全然ね、生地がね、もうもうほんと超床の方にしか、ここでも多分ね、これくらいしかね、生地ないんです。え、作り直す、作り直すっていうか追い生地みたいな。昔誰か言ってたけど、お菓子は目分量で作ったらいけないんですよ。お菓子は目分量で作るなって言ってた気がする。なんかちゃんとなんかあの測って作りなさいみたいな言ってた。え、なんかすごいボソボソになっちゃった第2弾。え、なんでだろう。あ、卵1個しか入れてないからだ。あんな、なんか失敗しかしない気がするねえ、ちょっとこれ失敗な気がする。あれ、なんでこんなになっちゃうんだろう。クッキーの生地だ。なんか硬い。ちょっとやっぱちゃんと油入れよう。言われた通り。え、なんか焦げ臭い、大丈夫？あ、もう熱くなってる。オーブン熱くなってます。生地が違うけど、まあ入れよう、これも。多分合ってるから。同じ。で、融合させよう。生地を。中で、この型の中で。ちょ。なんでこんな違うんだろう、生地が。同じ粉使って入れてないのはバナナだけ。バナナ以外は結構ちゃんとしたのに、焦っちゃったからかな。料理とか上手じゃないんですけど、腕が鈍ってる。やっぱり日本でコンビニとかスーパーとかお惣菜とかが普通に母の手料理とかそういうの食べちゃったから、なんかこう自分でやる力がなくなってる。大変だ。じゃあ熱っ。ではいってらっしゃい。美味しく焼けますように。焼き上がったようなので見てみます。じゃん。おお、はい、出来上がったので切っていきます。真ん中から切るね。生だったらどうする。え、これなんか喋った方がいいの。え、喋らないで言ってくれ。今それ全部撮ってるし。そうだよね。カットしてください。え、これ焼けてる。あ、焼けてるのは当たり前だよね、オーブンの仕事。見て。はい、なんかすごいボソボソになっちゃった。なんかさ、めっちゃ匂いパンじゃない。あ、めっちゃ分厚い。ここ気前のいいあのカフェね。ね、断面。
見て、ボソボソ。あ、いい感じ、いい感じ。私はこの切れ端のこっちのところが絶対美味しいと思うの。はい、ここ、はい、ここにする。あ、ほら、美味しそう。え、めっちゃ美味しそう。ボロボロしてる。ほらね。じゃあいただきます。じゃあ感想だけ、今お友達に食べてもらいます。マジか、なんか、え、なんかすごいあったかい。そうだよ、焼きたてだよ。しかもなんか、あの、生が怖くて、うん、何回も焼いたの。うん、うん、何、味する、甘い。しかもね、砂糖もね、2回生地作って砂糖、てかちょっと待って、私も食べる。うん、いや、うまいよ。嘘、え、全然うまいよ、普通に。だってバナナとさ、バナナと粉だもんね、うん、結局のところ。うん、全然うまいよ。そう、味する。うん、味する。うん、いい感じです。おいしい。てか多分甘さが足りない、うん、あ、いや、俺的には今回でちょうどいいけど、なんか私デブになっちゃうかなと思って。砂糖を 100g って書いてあったところを 80g にしたの、1回目、うんうん、で、2回目はこれもう1回その100っていうか、うん、入れたら多いかなと思って50にしたの、うんうん、ちょっと甘さが足りない。なんかもっと、なんだろう、これパウンドケーキじゃなくて、うん、なんかブレッドとかにしない？バナナブレッドみたいな。うん、でもバナナケーキってこういう感じじゃない？多分ね、これね、一晩寝かせるって書いてあった。だからこんな出来たて食べたらいけないんだよ。 あ、そういうことか。そう、確かにすげえ、あの、バナナケーキのイメージは確かにもうちょっとなんか生地がなんかもっとさ、なんかしっとりっつうか、そうそうそう、なんかギュッとしてるイメージ。そう、でも一晩寝かせたらそうなんじゃない？そう、だからなんかダメみたい。まだ今本当は食べたら。美味しい、うん、よかった。バナナケーキ大成功でした。ということで、残りの休日も楽しんでいきたいと思います。またね、チュース。